やあみんな、霊夢だ。気を照らった挨拶してるのちょっと痛いぞ。みんなでもフォートナイトは楽しんでいるかな？あーめちゃくちゃ楽しいよな。エピックの本気度を見たぜ。ということで今回、当チャンネルの動画は、レゴフォートナイトをやりません。なんだ逆張りしてんのかおい。いやーしかしすげー人気だよね。まあ始まったばかりだからな。バトロワもこんな人気だといいよね。バトロワもかなり人気だぞなめんな。ということで今回はお得で耳寄りな情報をみんなにお伝えしていこうね。お得で耳寄りな情報？もしかして無料スキンがもらえるってやつか？ねえもうちょっと動画の流れを考えてくれない？当たっちゃったのかごめんごめん。でも台本にはこうやって書いてあるんだが。台本通りやるなんて機械かよあんた。機械じゃねえよ魔女だバカ。そういうヘリクツ言ってんじゃないわよ。でマリサが先に行っちゃったけど無料スキンを入手していこう。はいお願いします。まず1個目は超簡単。アイテムショップに行って無料クエストパックを購入するだけ。これでクエストを攻略すると無料スキンがもらえるってわけ。おーかなりお得じゃねえか。まあクエストを攻略するってのが面倒だけど、やってればクリアする系だからそんな面倒じゃないと思うんだけど。それすら面倒ならもうフォートナイトやめれば。なんでそんな辛辣なんだよ。てかレイムはパソコンだからいいけど私はスイッチでプレイしているんだ。過去にこんな無料スキンはパソコン限定が多かったからちょいと心配している。ちょっとそこまではわかんないね。わかんねえのかよ調べとけや。もしスイッチ版のアイテムショップにこの無料スキンがなかったら、みんなはお家の人のパソコンを借りるかスマホの GForce Now でもらおうね。今回はもう一個無料スキンがあるんだよな。そうそうかなり大盤振る舞いだよね。ってことで続けて2個目の無料スキンの入手方法を見ていこう。公開行くぞー。ってなんで私が今回メインで実況してるんですか？は？ボツ動画？寝かせとけよボツになったんだったらよー。やらねえんだよ普通は小ネタ紹介の動画の時は。やらねえんだよ実況なんてよ。オラオラ邪魔するぜ。猫すりもらっていくからなこの家にあるもんは。家具なんかボッコボコのギッタギタやでー。こんなあれは武器出しやがれよ宝箱。手に取りぶつかよ腹が立つぜー。ミミコも飲むぜー。クソが。オラオラ岩なんか真っ二つにしてやるぜ。かまどの兄貴よりも綺麗にすっぱりとな。環境破壊も任せておけ。SDGs なんかクソくらえ。おうおうなんか中に敵がいるじゃねえか。出てこいやクソが。お？いるんかここに。何台ねえじゃねえか。家ん中かこれ。忍ぶぜ忍んでやるぜ。これで敵には気づかれねえからな。覚悟しやがれ。よっちゃ外にいるなおらー。飛車ポンプ当てていくぜー。この濃厚野郎がちゃんと狙ってるんかおい。ロビーからやり直しやがれ。クソが。はいでは2個目の無料スキンを入手していこう。こっちもレゴ関係なんだな。こっちはさっきのよりちょっと難しいんだよね。でもちゃんとやれば無料スキンがもらえるから面倒くさがらないでね。まずはレゴアカウントを作りに行こう。サイトの URL は概要欄に貼ってあるみたいだぜ。そしたら右上のレゴインサイダーズに登録するを押して次の画面に行こう。ちなみによくわからない人はお家の人と一緒に登録していこうね。なのでマリサは私と一緒にやっていこうね。私子供じゃねえんだけど。まずは名前を書いていこう。マリサちゃんは記入できるかな？だから子供扱いすんなや。霧雨マリサ。はいダメー。いやちゃんと名前を書いただろうかしくねー。一番上の段は名前の部分だけだからここではマリサだけが正しいが。そう私としたことが。なので名前の上はマリサ。2個目の名前は霧雨って書こうね。ねえマリちゃん。さっき間違えたから何も言えなくなっちまった。はいでは次はメールアドレス。ここは間違えようがないな。このメールアドレスに確認用メールが飛んでくるから必ず届くか確認できるアドレスにしてね。よく他のサイトであるような本登録メールだよな。まあそんな感じ。多分視聴者キッズはお家の人とやるだろうから。ここは全部お家の人に任せていいかもね。私は大人なんだから霊夢のガイドなんていらないんだけど。アドレスが記入できたら任意のパスワードと住んでいる国、生年月日を入力してアカウントを作成するのボタンを押していこうね。あ、ちなみに私のメルアドに送るのはやめろよな。まあ動画用の仮アドレスだから大丈夫だけどね。ここは間違えると先に進めないから正しく入力していこう。よしじゃあメールが届くまで待つとするか。なんだまだ敵がいるじゃねえか。こんな時は殿下の宝刀角町大作戦じゃおらー。はーいどこに千年サブモードガガガガガガ顔を洗って出直してこいや。てかよーこの歩きながら回復できるのって画期的なアプデだよな。これが判明した時 X でよー。変なアプデするなって文句言ってた人がいたけど、それが嫌なら止まって飲めばいいだろ。環境に適応できねえ奴は置いてくからな。クソが。おお盗んだバイクで走り出すでー。ブオンズブブブブブーン乗り捨てるでー。どうだ悪だろ私って。やっぱ悪なんだよなー。木は伐採するし岩は壊すし家も壊す。クソが。おおいごっついキノコがこんなにー。ヤンムはキノコを食べて安心感を得た。チキチキチックショー。シールドが100にならないじゃねえか。お？あんなところにいるのは敵か？のんきに焚き火を浴びてると撃っちゃうぞ。絶対逃がさねえからな。バイクの後ろに隠れたって無駄だぜ。でははははははは。見たかおい、ロビーからやり直せってんだ。そが。メールが届いたらそれを開いてそこに書かれているアクティベーションコードを記入しよう。ワンタイムパスワードみたいなやつだよな。まあここは数字だけだからかなり簡単だね。よっしゃ記入して続けるっと。そしたらなんかレゴニュースを受け取りますかみたいな画面になるんだけど、いらないなら今はしないを押していこう。私はもうレゴで遊ばないからいらないんだぜ。次は自分に合った情報を提供を希望しますかみたいなのなんだけど、これも今はしないで OK。 この画面になったらレゴアカウントは登録完了だね。次はエピックアカウントとの連携をやっていこう。このブラップルブレードで飛んでいくぜー。こんな雪山なんか歩いて登っていられねー。まあ私は全く寒くないんだぜ。どうぞどうぞ。ち、無線が機能していねー。この鬱憤はどう晴らしてやろうか。小ネタの解説系なんて私の1000倍特許だろがい。なんであの二人がやってんだよい。はぁ、うへぇ、こんな実況誰が見るってんだよ。はぁはぁはぁ、山頂まで登っちゃうってんだよ。飛んでやるぜー。そういやここのマップまだグレーだな。あの人らバトロはサボってねーか。間もなく新シーズンも始まって1週間が経つってのにのんきかましやがって。こんなグレーゾーン私が踏み入れてやるわい。ピアノ
ピアノかこれ、壊すんじゃボケー、ドレミファソラシドっこいしょってな。クソが。ってわけでレゴアカウントができたらエピックサイトにログインしよう。これはよくやってるから視聴者キッズもわかるよな。アカウントがおうちの人に管理されていたらもちろんやってもらうように頼んでね。その後アカウント設定の画面からアプリとアカウントをクリックしよう。そしたらいろんな機種やサイトとの連携確認画面に来るんだな。その一番下にあるレゴアカウントの連携するをクリックしよう。この画面になるから上のアローってボタンを押していこう。日本語だと許可するって意味だぜ。そうするとエピックサイトに戻るからしっかりと連携されてるか確認してね。確認が取れたらフォートナイトを起動すると見事に無料スキンとバックアクセがもらえます。やった私ももらえたんだぜ。2個目のはちょっと難しいからぜひお家の人とやってみてね。うん、ここのソサエティメダルがまだ残ってんな。マーストームもまだ来ねえし取りに行ってやるか。おいおいボスはどこだどこにいるんだ。この私の目からは逃れられねえぜー。おいタイタのんきにハテナマークなんか出しやがってからに。ってワンパンかよ雑魚。そんなわけでこのメダルはもらっていくぜー。武器ももらっていくぜー。てかこのメダルって最強なんだよな。ちょっとシールドを削られてもすぐに回復するからかなり有利。ってなるかボケー。その分敵に居場所がバレるやろがい。ルフィンルフィン。おっと金庫を漁るつもりがストームに飲まれちまったぜー。そういえば世間ではレゴフォートナイトが流行ってるみたいだな。私もやりてんすよねレゴフォートナイト。この実況が終わったら絶対に沼ってやる。あの二人に何か頼まれても何もやってやんね。クソが。残りの敵は6人か。かなりいいところまで来ているなこれ。まあランクマッチだから油断はできねえ。カジュアル公開マッチと違ってボットはさすがに残っていなさそうだな。っていうかレゴフォートナイトもビクロイみたいなシステムはあんのかな。なんかラマはこっちにもあったように出てきそうだと思うんだけど。まあいいや、そろそろアンチもやべえんで移動するしかねえなこれはよ。っていうかこのグラップルグローブが終盤必修になってきそうだなこれ。霊夢さんがこの前この武器でビクロイ目指そうとしてたけど、威力も低いし隙もでっけえからかなり難しいと思う。でも移動には優れているし切り立った崖も多いから持っていた方がいい。おっと右のあたりから敵の足音が聞こえんなこれ。どこだどこに嫌がる。ああ嫌がってんのは一人で実況してる私側だったわ。おっとあんなとこに嫌がったか。あいつなら倒せそうだからちょっくらキルしていくかな。おいおい建築もしないでしゃがんで嫌がって。ゼロビじゃねえんだぞ舐めてんのか。撃たれても建築しねえじゃねえか。ちょこまかちょこまか動き嫌がって。おっしゃポンプがヒットしてシールドが割れたぜー。そうなったらこっちのもんだ。敵より上を取ってサブまでゴリ押してやる。ちーまだ逃げるかこいつ。だがお前はもう瀕死なはず。こうならアサルトでとどめを刺してやるぜー。ヒヒーン、では見たかおえギョル、くんきょりーとなー、脳汁が止まんねえぜー。おっとこっちに逃げてきた敵が嫌がったか。そう、外してしまった。だがこっちにはメダルがあるんだ。シールドならいくらでも回復できる。でもストームダメは私にはつく。あ、敵が飛び降りた。なんか勝手にデスしてったけど、これじゃあ私のキルポイントにならないじゃねえか。どうせデスするなら私に倒されなって。よしもうすぐアンチに到着だ。ってなんだー。そ敵が潜んで嫌がったか。じゃあねえここはタイマンと行こうじゃねえかよ。じゃあ、そうだー。やってらんねえよこんなゲーム。終わりだ終わり。